ガーバーフォーマットは、プリント基板の設計や製造で使用される、ファイルフォーマットの一つである。プリント基板のイメージ、ドリルやルーター加工のデータが格納される。プリント基板の設計工程から、製造工程へデータを受け渡すファイルフォーマットの、業界標準である。ガーバーフォーマットは、ジョセフ・ガーバーによって設立された、ゲルベルシステムズにより開発された。 1998年にバルコ ETS がゲルベルシステムズを買収。現在はユーカムコがガーバーフォーマットを引き継いでいる。ユーカムコ社はガーバーフォーマット使用書を断続的に改訂し公開している。現行のガーバーフォーマット使用は2017年3月発行のリビジョンである。使用書はユーカムコ社のダウンロードページからダウンロードすることができる。 当初は、ゲルベルシステム社の独自形式であったが、業界標準として広がり、1979年に、米国電子工業会で RS、RS-274D として、企画となった。ガーバーフォーマットでは、線や、点の描画情報を持つが、RS-274D ではその、座標のみで形状の情報を持たないため、別にその情報が必要であった。 また、面の定義ができず、面を点や線で埋めて作成するため、データ量が多大になるという問題があった。これらの欠点を改良するために登場したのが拡張、ガーバーフォーマットと呼ばれる RS、RS-274X である。RS-274X が登場以降は、こちらのフォーマットが一般的に使われるようになり、休範である。 RS-274D の使用は推奨されない。ガーバーにおける層の例、プリント基板のトップオーバー例、トップソルダーレジスト、ボトムレイヤーの同トレースを示す初期のガーバーフォーマットである RS-274D は 2D の NC マシンとも言うべき、ベクトル式フォトプロッターに用いるサブセットである。後に登場する。 RS-274X が拡張、ガーバーフォーマットと呼ばれることから、こちらを、標準ガーバーフォーマットと呼ばれている。シンプルな ASCII フォーマットで、コマンドと X、Y 座標から構成される。D11、X1785250Y2173980D02。 X1796650Y2177730D01X1785250Y2181480D01X1796650Y2184580D01D12 X3421095Y1407208D03X3422388Y1406150D03M02RS-274D 万万万万は、ベクトル式のフォトプロッターを動かす目的で1960年代から1970年代に開発されたが、現在、 フォトプロッターはすべてラスター式に置き換わった。RS-274D ファイルはそれ自体が画像を描写しているわけではない。座標情報やアパーチャ、基本的な形状物。PDF ファイルにおけるフォントのようなものの定義情報は持ってはいない。座標情報やアパーチャはプロッターを操作するオペレーターの手でマニュアル設定することが前提であった。 一般的に自由書式のテキストファイルに記述し、これがアパーチャファイルやホイールファイルのように呼ばれていた。このアパーチャファイルは人が読むことを前提としただけで標準規格はなかった。このため、枝ソフトウェアごともしくは設計者ごとに独自のレイアウトや独自の命名規則で、 アパーチャファイルを作成し、基板製造サイドではそれを解読し、マニュアルで自分たちの CAM システムに入力しなければならなかった。RS-274D が持つ画像化の演算子は数が少なくとてもシンプルなものだけだったので、人の手によって描画などのような複雑で厄介な基板構造化作業が不可欠であった。 RS-274D は、ベクトル式プロッターを動かすのに適し、当時の技術では、制限があるが有効なフォーマットだったと言える。人手を介する、ワークフロー向きに設計されているので、基盤設計者から、製造サイドへの確実な自動データ転送には、不向きであった。RS-274D はあくまで、 NC に適した規格であって、画像描写に適した規格ではなかった。したがって、アパーチャファイルなしでは成り立たなかった。しかしそのアパーチャファイルに規格がなく、次第に RS-274D は、革新が求められることになっていく。RS-274X、ガーバーフォーマットは、2D でに方向のベクトル画像を描画する。 フォーマット形式である。現在、PCB 業界でスタンダードな画像描画フォーマットであり、確実で自動化されたワークフローが確保される。RS-274X は過読な ASCII フォーマットで、コマンドと座標のシーケンスで構成される。画像の基本的な構成要素は、任意の場所でのラインドロー、定義した形状のフラッシュ、そして輪郭塗り込みである。 また、ポジ、ネガのグラフィックオブジェクトを組み合わせることができる。RS-274X ファイルは基板の画像情報を持ち、他の外部ファイルが不要である。基板画像の結像処理に必要となるオペレータがプログラムされている。どのようなアパーチャ形状でも定義できる。ポジ、ネガいずれのオブジェクトでも結合させることができる。同パターンに関しては、 RS-274D のように、塗りや、ベクトル埋め込みをすることなく、指定できる。RS-274X ファイルの例、G04 ショーターバージョンオブゲルベル X に、Example Job 1、Created by Philippe Barmael, ユーカムコ。TF、ファイルファンクション、カッパー、L4。TF、パート、シングル。FSLAX35Y35。 モム T A アパーファンクションコンダクターアド 10c 0.150000 T A アパーファンクションバイオパッドアド 11c 0.750000 T A アパーファンクションコンポーネントパッドアド 12c 1.600000アド 13c 1.700000 srx1y1i0.0000j0.0000a 00 00 g01 g75 lpd d10.7664999i3689998d02 x8394995d01 x8439999 y3734999d01 x936999d01 d11 点 7664999y3689998d03 x835999y1874998d03 x9882998y365498d03d12x4602988y7841488d03d13x10729976y2062988d03 万万万万 1> x, x 1 0 9 8 3 9 7 6 d 0 3 x 1 1 2 3 7 9 7 6 d 0 3 m 0 2ガーバーファイルはプリント基板設計用枝やカナダドルソフトウェアを用いて作成する。作成されたファイルは基板製造の CAM システムに読み込まれ基板製造プロセスの各ステップで使用するデータに編集される。 また、基板の加工以外にも、基板の仕上がりを検査する、自動外観検査機にも使用される。ドリル情報に使うことも考えられるが、通常、ドリル情報は、エクサロンフォーマットが使用される。RS-274X は、ファイル形式として、完成度が高く、互換性に優れる。ただし、カナダドルの一部には、RS-274X の、 出力機能が不十分なものも見られ、出力されたファイルに、文法的なエラーが見つかることがある。また、PCB の要求する仕様に対して、数値精度が低すぎることで、丸目誤差のエラーが発生することがある。これについては、ガーバーの出力解像度は、カナダドルの解像度より、少なくとも10倍は高くする必要がある。他に、一部のカナダドルでは、 エリアを埋める際に RS-274D のように塗りで行ったりパッドをアパーチャ定義ではなく塗りで作成するものがある。塗りであってもファイルとしては問題がないが製造側で処理する際に煩雑で時間がかかってしまうため塗りは使わない方が良いとされる。これらの問題は RS-274X 形式の問題では カナダドルに起因する問題である。RS-274X では、ファイルが基板のどの層を表すかという規格を設けていない。これは欠点ではなく、ファイル名で層を、ファイル拡張紙で、フォーマット種類、例。ジャーマンイコールガーバーデータを明確にできるため、それで十分だと考えられている。しかし、一部の設計者やカナダドルでは、 データセットに暗号化したファイル名を用い、別のテキストファイルに層や種類を記録することがある。製造サイドでは、データセット内のすべてのファイルを閲覧し、製造に必要な情報を探すという作業が伴う。また、拡張紙で層や種類を示すケースも見受けられる。この場合、製造者はファイルを開き、正しいフォーマット形式を確認する必要がある。 PDF という拡張子がポータブルドキュメントフォーマットを示すように一般的に拡張子がファイル種類を示すことから拡張子によって層や種類を示すのは好ましくないとされる初期版であった RS-274D フォーマットは RS-274X 登場以降使用される機械は減少したが過去の設計データなどで使用されることがある RS-274D はテクノロジーの変遷を見据えて設計されたものではなく様々な限界があり製造者だけでなく設計側にも厄介な構築作業が生じるそれらを補うには手作業が必要となりよりエラーが起きやすい2014年2月に U カムコは属性を持つガーバーフォーマットを拡張した属性はガーバーファイルに メタ情報を追加したものである。これらは画像ファイルと関連した情報、またはこれらの特徴を提供するラベルに類似している。属性によって伝えられるメタ情報の例、同パターンなどの描画情報とドリルなどの加工情報しか持たないガーバーフォーマットに代わり、ネットリストや部品情報なども組み込んだファイル形式がカナダドルソフトウェア企業などから提案されている。 しかし、提案されるフォーマット間でデータの互換性がなく、設計工程から製造工程への情報の伝達では、ガーバーフォーマットで必要十分なこともあって、ガーバーフォーマットを置き換えるには至っていない。2017年現在、オドブフォーマットをサポートするカナダドル CAM ソフトウェアが増加し、シェアが広がりつつある。ガーバーフォーマットは、 もともと ARS-274D 仕様のサブセットで幅広い産業でメカニカルに NC マシンを制御するために設計されたフォーマットである ARS-274D にはサブタイトルがあり一決め、輪郭化、輪郭化一決めといったマシン制御向けの可変調ブロックデータ互換フォーマットと言われているゲルベルサイエンティフィックコーポレーションは これらのコマンドのサブセットを利用して自分たちのフォトプロッターを稼働させていた。当時、フォトプロッターは異なる形状や異なるサイズからなる規定アパーチャに限られていた。またアパーチャはフラッシュアパーチャを使って特定の座標に出現させるかシャッターを開いたままの状態でドローアパーチャを使って視点座標から終点座標まで引っ張り ラインやアークのセグメントを生成させていた。アパーチャの位置を揃える手段はなかった。一つ一つがガラスやフィルム基板上の小さな切り抜きであった。プロッターのオペレーターはデザインをプロットする前に設計者からの指示書一式が必要で、それによって各アパーチャをどこに配置するかを把握してからプロット描画を実行しなくてはならなかった。マシンには 多数の不連続なアパーチャポジション番号があるが、通常、そのすべてを基盤にプロットするというわけでもなかった。プロットファイルを作成した人物が、アパーチャリストで指定している位置が実際に有効で、かつプロットファイルと一致していることを確実にする、責務があった。ありがとうございます。